はい、こんにちは。今回はですね、ドリブルに特化した自主練メニューの例を実際にやっていきたいと思います。で、今回はこちらのタビオさんから出ているフットボールソックス、セパレートタイプのフットボールソックスを着用しながら、やっていきたいと思います。で、こちらが全体の形になります。それでは実際にやっていきたいと思います。ご覧いただいたように、以上がドリブルの特化型メニューということで、こちらのメニューは僕が考えたメニューになるんですけど、いろいろな練習動画だったり、ドリブルのマーカーコーンを塗った練習などを参考にしながら、こうやって作ってみました。目的としては、ドリブル時の持久力を高めるということが一つ、そしてもちろんボールタッチ、ボールコントロールの正確さを向上させるという目的もあります。ドリブルしてる時の全身の筋肉って意外と疲れやすくて、ドリブルしてる途中最中に疲れてスプリントする体力がなくなってしまったりとかっていうのは結構あると思うんですけど、僕が実際筋持久力的なスタミナがあまりない選手なので、こういう形でやってみました。相手がいない、ドリブル練習になるので、実戦では使えないんじゃないかっていうような意見も、あるかと思うんですけれども、まずはボールコントロールと、自分が思った通りにボールをコントロールできるようになる練習ということと、筋持久力的なスタミナを、鍛えるという目的でこういう形でやってみました。先ほども少し触れましたが、やはりドリブルというのは実戦では相手がいるので、相手がいる1対1や2対1の練習をしないと、どうしても自分の中で落とし込める技術にはなってこないのかなと思います。なので、こういった練習も僕の中では必要だと考えているんですが、こういった練習でボールコントロールを自由自在にできるようになる一方で、実際に実戦で対戦するということが、大事じゃないかなと思います。はい、そして先ほど冒頭でちらっとお話ししたこちらのカーフソックス、セパレートタイプになっているソックスになります。前に動画でご紹介したタビオさんの5本指ソックスと一緒に着用できるように、設計されたソックスになります。こちらは結構柔らかい素材でできてはいるんですけど、締め付けが結構あって、そのおかげでパフォーマンスアップ、期待できると思います。僕、ふくらはぎが結構疲れやすいタイプで、試合中つったりとか結構あるんですけど、今日使ってみた感じでは疲れにくくサポートしてくれてるんだなっていう実感がありました。すね当てを芯ガードを入れる時もずれにくい設計になってるみたいですね。このタイプのカーフソックスだと、わざわざソックスの足首から下を切らないでいいので、5本指ソックスと合わせて使うのがおすすめかなと思います。価格も1080円と結構お手頃だと思う。興味のある方はぜひ概要欄の方から、リンクチェックしてみてください。今後はこういった足首から下とふくらはぎのソックスが分かれたタイプ、セパレートタイプが、増えていくんじゃないかなというような、話だったので、ぜひ、皆さんも試してみてください。以上がドリブルの特化型メニューの紹介動画でした。チャンネル登録、高評価もぜひお待ちしてます。SNS もやってますので、ぜひフォローの方お願いします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。